説はフィットしたという手応えを、コースの本数を上げることが多いと、はい、それに対するチームスタイル、コンセプトを変えてきましたよね。そうですね、ワールドカップ前の最終ゲームですからね、はい、そういう面も両チームとも、怪我なく終わってほしいですし、逆にワールド上でのこのドイツの評価ですから、ね、はい、そういう意味では大きな足跡だと思います、そうですね、はい、前半の45分スタート、この2トップの距離感ならではですから、ヒーラトン、クロスボール、高いボール、こぼれた、決まった。横パスを渡辺一馬入れて、そして左からヒーラトン、クロスボールっていうのも、見せてますんでね、今シーズン。そうですね、またもともと彼のシュート力がなかなかパワフルなものがありますからね、そういうところでこの左サイドハーフであったとしても思い切って打って、田中純也入れてシュート、ウェリントン、その田中純也2得点のヴィッセル神戸。三田前を向きます、三好が戻ります、ヒーラトン、アウトでパス、田中純也スプリントから、ここは振動、よく粘った、ヒーラトン折り返す、深いのアウトのパスからチャナティップ、チャナティップクロスボール手を使う、シュート、チャナティップのシュートです。いい形を作ることができましたからね、なんとかね、その利き足でなかったとしてもできたらゴールの枠に捉えてほしいところですけどもね、ですからね、はい、ウェリントンの落としは田辺一馬、田中純也広げます、ヒーラトン入れてヘディング、これシュート、それは当然のことだと思いますけど、逆に札幌もこの前で取る、打開してね、動き回ってほしいかなと思います。渡辺一馬、ウェリントン、クロス、あ、ここで抜ける、田中純也、どうしてもこういうところに人が余りますんでね、神戸は、はい、渡辺一馬シュート、4点目が入る、前節のジュビロ戦も1トップ、打てなかった、チャナティップ左足シュート、ここで笛、4対0、ヴィッセルプロらしさが出なかったという、そういう前半で決着がついてしまったかなと思いますね、